こんにちは。今日はいいお天気でしたが、寒くなりましたね。ようおいでいただきました。ありがとうございます。もう早速ですけど、JR 九州が、JR の復興には、北線の復興には、ね、230億円くらいかかるということで、意外と、久しぶりにやりやすいのかなと思ったら、なんとそれは、川辺川ダムができるということを前提にしてということですね。私たちはもう、JR の復興を滅亡しているわけですが、もし、おととしみたいな豪雨ができたら、現在のままの瀬戸内ダムだったら、国道は、219号から国道は今全部使って水使ってしまいますね。だから今のままの状態で作るとすれば、国道は10メートルくらいかさ上げしなきゃいけない。県道も10メートルくらいかさ上げしなきゃいけない。そういうことで、JR ももちろんその10メートルくらいかさ上げしなきゃいけない。230億でこんな騒ぎじゃなくなってるんですね。ですから、そういうことを前提にして、川辺川ダムをできるということを前提にして、その JR は、北線を変え、作り直って、復興しますということなんですが、もしですね、瀬戸内ダムがなければ、多少は10メートル下がります。ですよね。共産党の試算では9億、10億に足らんぐらいのお金で、撤去費用がそのくらいできるわけです。今の中で10メートル下がれば川辺川ダムがなかった あった時と同じようで状態になって、今の状態で JR の復興を簡単にできるわけです。簡単に230億ぐらいでできるわけですよね。そういうことも含めて、それにどうしても災害、発電をに固執する国と JR、J パワーの、これは私たちは絶対許すことができません。で、今日はそのことについて、また詳しい話がいっぱいあると思いますので、どうぞ皆さん、耳を傾けて、これから今日学んだことを一人でも、多く私たちの知り合いの方に広めていただきたいというふうに思います。じゃ以上です。どうも簡単になりませんでした。ありがとうございます。皆さんこんにちは。瀬戸石ダムに関するお話は、だいぶ前ですけども、一度多分この部屋ではなかったかと思いますが、させていただいたことがあります。でその時は瀬戸石ダム、それから J パワーの歴史を中心にしてお話をしましたけども、今回はですね、今泉共同代表の方がおっしゃいましたように、瀬戸石ダムはない方がいいという話を、したいと思います。じゃあスライドもご覧いただきながらお話をしていきます。ですね、ちょっとスライドがトラブるんですけど、なんでだろう、マウスありますか。調整している間にお話を申し上げます。瀬戸石ダムっていうのはですね、治水機能を全く持たないダムなんです。でいつだったか本田さんがお話しされてましたけど、荒瀬ダムあるいはこの瀬戸石ダムを作るときにですね、ダムができれば水害がなくなるという大嘘をその当時の建設主体が話をされていたそうですが、もともとないんです。でそれをあたかもですね、ダムができると洪水が減るようなことを言って、作ったわけですけれども、それはちゃんとデータに書いてあります。
洪水調整容量ゼロなんですね。じゃあなんでダムなのかと言いますと、これは発電専用ダムですの でなおかつですね、川に作ってますので、もともと水位差があんまりないわけです。上下 で、まあ、超大型で、ロシアとかそういうところに、あるいは、中国にもありますが、低水位発低落差発電という方式なんですね。で、堰を作って水位を上げておいて、それを落とすという、これが、瀬戸内ダムの性格なんです。で、落差は 17.1 メートル、わずかです。私たち、大和町で落差14メートルのちっちゃな発電所を作ってますけれども、あまり変わらない。で、しかし、そこまで堰をして水を上げな、水位を上げないと発電ができないというのが、瀬戸内ダムです。で、その次にですね、先ほどやはり泉さんのお話の中で、下床が10メートル曲がっとるというお話をされました。で、ただですね、実際台差はですね、10メートル近くまでそこの方からあります。で、ただ谷はですね、 V 字に近い形を持ってますので、下床が 9メートル10メートル上がっても水面はそれだけは上がらないわけですよ。で、しかし 5メートルから7メートルぐらいの、水面の水位が上がっています。それがあることによってですね。で、なぜなのか、対策してるからそれを除けばできるんじゃないかというふうに考えるんですが、瀬戸内ダムの断面図を見てみますとですね、対策容量という数字があります。で、画面がありませんので、説明がしにくいんですけれども、その対策容量を確保するためにダムの、要するに川の底から 9.5 メートルの高さまで丈夫なコンクリートの壁が作ってあります。要するに、で、それでその高さまでは砂が溜まっていいよという作り方なんですね。ですから、皆さんの要求を受けてですね、ようやくしぶしぶ電源開発は毎年、代謝撤去をしています。不徹底ですけれども。で、フラッシングという流れで砂を下流に流すということをやっています。ただしですね、もともと 9.5 メートルまで壁が作ってありますので、いくらフラッシングで排水しても、いくら土砂を完璧に取っても、すぐにその高さまで砂が溜まるようになっとるんですよ。だからその砂を溜めないためにはどうしたらいいか、これはもう撤去しかないということに結論としてはなります。それからですね、このダムは1958年ですから、昭和30何年なのかな、33年ですかね、33年じゃない、もうちょっと後かにできたダムで、古いんですね。で、これからお話ししますのは、昭和51年に河川法ができて、その中でですね、ダム等の、要するに川をせきて止めるような、あるいは、流れを阻害するような構造物についてはですね、公益に反しない範囲で作れという規定が設けられました。で、ただしですね、都市計画でもそうですけど、法律ができる前にできたものについて、法律ができたからといって、その直ちにその法律に従いなさいということには なってないんです。で、例えば住宅を建てるときに、住宅の前の道路の幅はですね、最低4メートルなければいけない。で、これ建築基準法で決まったわけですが、それが決まる前にもうすでにできていて、前の道路が2メートルとか、そういう家結構ありますけれども、そういう状態の家をですね、法律ができたからといって撤去して4メートルの道路を取れたらできませんので、既存不適格という言い方をします。で、瀬戸内ダムはまさにそれなんですね。
OS ができる前にできたランですので、で一つは具体的に申しますとですね、ゲートがありますよね、上げ下げする。上げて全開しますけれども、それを支える支柱がありますよね。でその間隔を新しい法律ではあれだけの水が流れるんであれば40メートル取らないといけないんですよ。なぜかというと広くしておかないと流木だとかそういうものが詰まってですね、でそれがせき上げをしてで周りにあふれると、まあ白川の226の時には福岡山市がそういう役割を果たしてしまいましたから、その後そういう改正をされたわけですけれども、じゃあ瀬戸石ダムは40メートルあるんですか、ご存知でしょうか。これはですね15メートルしかないんです。25メートル足らんわけですね。で普通であればですね、そういうものを作るときに流れを阻害して水害の原因になってはいけないというふうに決めてあるわけですから、本来ならば直ちに少なくとも40メートル以上に広げないといけないわけです。ところが法律ができる前にできてますので、15メートル、しょうがないなと思いました。ようやく間に合いました。で今もこれです。この景観庁というのがこの柱と柱の柱芯と柱芯の間の距離です。これが今これはその瀬戸石ダムを映しているわけですが、15メートルしかないですね。でもう一つ先に言いました壁があって対砂容量を確保しているというのはここの部分です。この下ですね。水面下に隠れて見えませんが、もうスレスレのところまで下床から 9.5 メートル上げてあるわけです。だから必ずここに砂が溜まるようになっているわけですね。で、15メートルしかない。でじゃあアルセダムはどうだったのかというふうにしますと、アルセダムはもっとひどいですね。4枚 の, ゲートのこの間がですね10メートルです。であと の, 4つのゲートの幅は15メートルです。だから川幅が違いますから流れる量が違うかもしれませんが、瀬戸石ダムは明らかに既存不適格で危険なものなんですね。で、もう一つですね、あまり話題になりませんが、このゲートのところです。すごいですね。これの方が分かりやすい。これがゲートですね。なんか汚いですけど。でこれ全部上げて、ここまで来ますけれども、この間の洪水の時には全壊していました。で全壊していたんですけれども、ゲートのところにいっぱい木片が詰まっていました。で我々がそれを指摘すると、あれは跳ね上げだというんですね。跳ね上げっていうのはですね、例えば軽いものをドボンと水の中に落とすと跳ね上がります。それが跳ね上げですね。ただ水が普通に流れているところに、木が起きていて、それがピョンと跳ねるわけがないわけです。だから必ずそのゲートの下場まで一番上げても詰まるほどの水位があったということを示しています。でどうもですね、これいろいろ考えてみますと、こっちが51メートルでこれが50メートルと書いてありますが、ゲートを全開しても1メートルしかこの満水位より上がってないんですよ。で実は法律によりますと 1.5 メートル上げろと書いてあるんです。だから50センチ少なくとも足らなかったのではないか。だから、流木等が溜まってですね、せき上げの水位をさらに上げたという可能性が考えられます。でその次にですね、これが先ほど言いました、奈良線とかこの間の時は1万ぐらい流れたらしいですけど、4千以上、流量があった場合ですね、40メートルにしなければいけないということが書いてあります。
で水門の話はここです。これはで実際これは今日ご参加の山田さんがお作りいただいたものですけれども、瀬戸石田がここですね。でここに赤い線太い線が入っています。で国交省八代河川国道事務所が発表している水位はこの一番黒い波々としたところです。低めに書いてありますが実際以上ここまで上がってたんじゃないか。で右からずっと攻めてくるとこうなるわけです。で突然ここで下がって低くなってるわけです。で今お話ししましたようにゲートを全開しても流木が詰まってますので当然水位がゲートの下場よりは少なくとも上がったわけです。でだから本当はここまで上がってるわけですね。でこの高さで上がったものがこんなに急激に落ちるか、これはちょっと考えられません。あの水はですね同じ水位を保とうとしますので少なくとも直下では同じぐらいの高さなんですね。でその高さはずっと続きません。しばらく流れるとずっと引っ張っていきますけれども、あのある距離それからある時間帯だけは高い水位で流れ下ります。でそれがですね、あの南から下流の災害を非常に大きくしたんではないか。で実はですね1時間もなくて5分ぐらい水に浸かっていると人は死にます、あるいは流されてしまいます。だから問題なのはですね、時間1時間で考えるとこうなりましたと言われても5分でもそういうことが起これば被害が甚大化することはもうお考え想像されればお分かりだと思います。そういうことが起こったわけですね。ですから普通でも水を止めて水位を上げているのがそういう大水が出ますとさらにひどい結果をもたらすということを表していると思います。で次にもう一つ恐ろしい話をしたいと思います。でこれはですね、まあ、雨だらしのコンクリートで固めた構造物の表面です。で雨だらしというのはどういうことかというと一つは雨の中に混じっている酸ですね、硫黄酸化物であったり、窒素酸化物で、まあ、車で走ればそれだけの排気ガスが出るし工場からも出ます。でそれが雨に溶けて酸性雨となって降るわけですね。それからもう一つ雨ではなくても炭酸ガスにさらされてもコンクリートは劣化をします。で普通例えば新幹線でもそれから高速道路でも橋脚のコンクリート打ちっぱなしの打ったばかりのコンクリートはツルツルして光るぐらいですよね。これ表面の硬化物といいます。それでまあ被曝を作ってるわけですね。それが酸性油とか炭酸ガスで、要するに中和していってですね、でセメントコンクリートというのは水と、消石灰を主成分とするものが水和をやって水と結合して固くなるわけです。でアルカリ性なんですね。でそこに酸性が来ますと中性化していって、表面あるいはコンクリート本体が徐々に劣化をしていきます。でこれは骨材といいます、砂利とかね。でこれが露出している状態です。劣化がすごい。でさらにこれにもしクラックでも入ればもっと中まで酸性油が染み込みますので、劣化はますます進みます。で一番悪いのは鉄筋が入ってますね。鉄筋コンクリートですから。でそれが雨ざらしになって錆びて腐食して膨張します。でその膨張した圧力がコンクリートにかかって亀裂をさらに大きくするわけですね。そうなるともうほぼ末期的食状で、石ダムの上部層に見える支柱もですねコンクリートでできてますから、場合によっては水圧によって崩壊する危険をもうすでに、60年近く経てきているわけです。これもそうですね。でその他これも恐ろしい話なんですが、八代の、まあで測った雨の差、要するにペーハーです。ペーハーというのは7が中性で
それより大きいと悪化して、それより小さいと感染ということになります。ヤシの方はだいたい pH4.6 ぐらいです。これ東京のですね、首都高速とか走ってるあの辺りとあまり変わらないんです。首都高速は交通量すごく多いですから、当然酸性度が pH は低いはずですね。あまり変わりません。だから先ほどの酸性度の話は結構やばいよねという数値です。でもう一つですね、これは河川水のやっぱり pH を横江市の時点で測ったデータです。これは国交省のデータですね。ざーっと見ていくと 7.8 から8の間、まあ、大体 7.8 に近い pH で川の水の、まあ、pH がこう推移しているわけです。じゃあその7より大きいから酸性じゃないかと思い込ましれませんが、ある、研究によればですね、 pH が 8.5 を超えるとコンクリートの中のですね、水和物質ですね、先ほどコンクリートを固めるという、それが徐々に分離を始めるというデータだそうです。だから 7.8 ということになれば、結構やばい数字なんですね。それがずっと川で流れてきてるわけですから、それに瀬戸石ダムのコンクリートはさらされ続けてきたということになります。だからまあ、あっても危ないし、あるいはそれが壊れるのはもっと危ないと、そういう代物です。じゃあ次に 7.4 豪雨災害の時の話をします。これはこの地元の方が撮影された、もうピークを過ぎた後の写真ですけど、ピークの時はもっと水位は高かったはずです。道路を使ってますから。でもこれ微妙ですがね、ゲートの下場のスレスレを流れています。だからもっと水位が高い時にはもっと上を流れてたはずですね。で先ほど言いましたように、洪水調節容量はゼロです。だからもう来たものはどんどん流れていくと。で実際瀬戸石ダムの管理事務所の公表によりますと、もう要するに洪水が始まってから以降はですね、流れ下ったものはそのまま流しているんです。だからダムがあったから何か邪魔をして、悪さをしたわけではありませんという話をしています。ただですね、これも怪しいですよね。でゲートまでの下場を超えるぐらいの高さで水が来れば、当然上からどんどん流れてきた水はここで一旦スピードを落とします。そうすると、まあ、人の行列が当たってですね、後ろからどんどん来るんだけど、前が進まないようになったらどうなりますか。正気倒しですよね。それとも同じようなことがここで起こっているはずなんですよ。だから水位は上がるし、ここで溜まった水がそのまま流れれば、流入量より一時的には多くなるんです。これは誰が考えてもそうですけれども、それは土木の方から言いましたら、そんなことはありえないとおっしゃるけれど、上から来て一旦溜まって、でそれが出ていけば当然流入より多くなるというふうに計算式ではなかなか表せませんが、いうことができると思います。でこれがまあこれゲートですね。で下場はちょっと見えませんが、ここまで溜まってるということは、これより上に水があったということの証拠です。すぐ下流の瀬戸石の駅は見る方もなく破壊されて、近くにあった家も全くありません。で、まあ、下流域のさまざまな被害状況です。それからもう一つ、先ほどゲートの加担がですね、前回でも1メートルぐらいしかなくて、本来だったら 1.5 いるという話をしましたが、もう一つ問題があります。ゲートが上がらない、全開できないということが起こるんですよ。これストーバラダムという別の場所で観測されたゲート、これゲートがですね、こういういろんなこの隙間に
流れてきたものが詰まってしまって動かなくなったという事故が実際起こっているわけです。で、瀬戸石ダムでそれが起こらない保証は全くありません。だから全開にしようとしても上がらない。で、もっともっと水がかさが上がるということは起こり得るわけです。で、その次にですね、早々と被害者とかあるいは流域の人たちとか県民に説明することなく、川川水系流域治水プロジェクトというのを立ち上げて、国交省と県は流水型ダムを中心に、治水を進めようとしている。その中 の、 川辺川ダム以外のものでいうとですね、市草ダムの再開発をすると。どういうことをするかというと、洪水をためる量を増やしますと言ってます。で、もう一つはですね、その他の既存のダムについても事前早めにですね、溜まってる水を出して、で、洪水をその分を洪水をためる方に回しますという事前放流の協定を結んでいけば、かなり洪水は軽減できるという話になっているわけですね。で、ここにちょっと小さいですけど、いろいろこう出していって、瀬戸石ダムについては677万立方メートルを、事前放流によって確保して、で、洪水を緩和しますということがこのプロジェクトの中で述べられています。いや、それはゼロよりはマシよねと思いだと思いますが、じゃあどれぐらい役に立つのか。で、これが下の方が利水ダムですので、本来だったらここまで水を溜めていますので、ゼロなんですね。で、協定によって事前放流によって洪水を溜める量を少し下げることで、これだけ分取りますというのが、瀬戸石ダムについては677立方メートルです。わずかなんですね。で、おまけにこれを下げることによって発電の量が落ちたり、あるいは農業用水だったら用水の供給がに障害が生じてですね、損害が起こった場合には、この協定をお願いした国交省なり県が保証しますというところまで書いてあります。だからちょっと下げてくださいね。で、こういう大層な、ね、677万立米というとすごいなと思われるかもしれませんが、大層とないんです。どれぐらい その水位を下げて677万立方メートルを確保した時に、雨が降って、どんどん水が流れ、下ってきた時に、満杯までどれぐらい、その677万がゼロになるにはどれくらい時間がかかるかってやつを計算してみました。で、真ん中がですね、今回、我々の、ことを話も全く聞かずに勝手に決めた、河川整備基本方針の、計画高水流量、これは一宇佐ダムが再開発されて、で、遊水地ができて、ダムができて、で、流水型の川がダムができるということを前提としてくれるようですね。それを、瀬戸石ダムの地点でどれぐらいになるかを、いろんなデータから推計をしてみますと、これ大体7500リューベ流れると。計画ですよ。治水、要するに洪水調整をして、あとこれだけ流れます。で、調整して流れてきたんだけど、じゃあ677万立方メはどれぐらい、経つと満杯になるのか。16分30秒です。これが一番長いんですね。で、ひどい時はこれ実際この間の工具だったら10分34秒しか持たない。これ16分、計算すれば30秒ですけど、その情報を聞いて、それも何回も流しますからね。で、さあ、お知らせしたから逃げてくださいと言われて、何ができますか。もう本当に毎日のように非常持ち出し道具、あるいはサバイバルの、ね、
のものを全部手元に置いておいてですよ。で、放送終わったら家族みんなに呼びかけて、安否もあのどこにいるかも確認して、それから逃げると。着のみ着のままで逃げ出すことはできても、安全な場所まで、ね、この時間で到達できるかどうかですよ。これもその計画高水量で流量ですから、すべての洪水調整がうまくいっている話です。そんなことはほぼありえないんですね。でこの間だったらもう10分そこそこですから、とんでもないことです。命すら危ない。でその次にですね、まあ今までのは危険という話ですけど、あのまあ瀬戸石団子はやっぱり愛の訴状を阻害したり、あるいは産卵のために下っていくのを阻害したり、生物にとってはいいことは一つもないですね。でまあだからといってこういう漁道を作ったわけですよ。あの折り返しが何回かあって暗渠があるんですね。電気がついてますから照明つけてるんでしょう。でそこに稚鮎が群れを出して登っていった誰が考えますそれでも平気な顔して何億もかけて救ってるわけですよね。でこれで自然の環境を保全しますと言ってるわけです。でこれをみんな知ってるんですよ。こんなの作ったって何の意味もないって。でもあの真顔をしてですね、これをやったから対策をしましたと。これで言い逃れるわけです。こんなことを許されていいはずがないんですよね。で、まあ、実際あの荒瀬ダムが撤去されて、これは平成30年だったかな、2018年かな、完全撤去ができたのがですね。でここにあの、まあ、海洋研究所の人たちが調べたアマモあるいは干潟 の、 あの分布図があります。古いのが、1977年で、その次が2004年ですから、荒瀬ダム、瀬戸石ダムともにあった時です。あの、まあ、要するにダムがあれば干潟、まあ、中身も問題ですけど、それが野菜をこそり、それからアマモのような、まあ生物にとって大事な資源がなくなっていくということを示しているわけですね。でそれだけではなくて、まあ、本来どん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 川からですね、砂とか砂利とかが流れ込んでくれれば、干潟は砂質で通気性が良くて、低生の生物は旺盛に生活できるわけですね。にもかかわらずダムがあれば、冷質のものがどんどん流れ込んでいって、でその流下する砂とか砂利も減りますので、海岸線が後退するのと同時に低質が悪化して生物が住めなくなっている、育たなくなるということがこれによっても分かるわけですね。で先ほど言いました2018年にアルゼダムが撤去されると、早速ですね、ノリガの生育が良かったり、低生の生物が非常に増えて、皆さん、まあ、あの海に干潟に出かけていろんなものを取るということが、まあ、復活したわけです。これは裏返せばダムがあることによってそういう環境が壊されたということを示していると思います。で最後になりますが、ちょっとオーバーしてますけど、あの実はですね、法律上も、まあ、最初に申しましたけども、ダムとか堰を作るときには少なくとも治水上の支障を生じさせてはいけないと書いてあるんですよ。瀬戸石でも今まで話していきましたように、大雨でなくても過小を上げて水位を上げてしまってですね、バックウォーターの被害もやってます。で実際あの道路が浸かって身動きが取れないとかいうことが起こってるわけですね、たびたび。でその時にはですね、電源開発は宅地のかさ上げはやりました。自分の費用で2回3回でもこれは本体手付けてないんですよね。だから県道なんかのかさ上げも県がやってます。電源開発は一銭も出しとらんのですよ。でそれだってダム本体にはいじってない。で下はあのもう一つで、まあ、水利権更新は、まあ、そういう問題があったらですね、きちんと調べて
改善をしなさいということができるチャンスなんです。でこの間の更新の時は何のそういうこともせずに、その前もそうだと思いますが、単純更新を受け入れてしまったわけですね。で知事は意見を伏しましたけれども、今回の洪水も含めていろんな問題があっても黙っています。で瀬戸石ダムを撤去する会の皆さんもそういうことを言ったじゃないかと、それはどうなったのかというと、だんまりですね、返事もしない。で、まあ、ここに書きましたように、更新時にはそういう問題点をきちんと調べて、で必要があればその対策をちゃんと打って初めて、更新を許可するということをしなければいけない。でも国交省は毎回自動更新で何ら意見を言わない、せいぜい代謝をちょっと撤去しなさいというぐらいなんですね。で代謝はまあ先ほど言いましたように限界があって、元の川には戻せないということです。でそういう意味では、まあ、J パワーも非常に大きな責任がありますし、さらにはそれを監督する、あるいは河川を管理して皆さんの命を守る責任を持った国交省が全く手を出さない、ものを言わない、非常に無責任な態度を取り続けているわけです。ということを考えますと、もう撤去しか方法ないんですよね、と私は考えます。以上です。私が大体見てきたものをここでちょっと紹介しますけど、ここに自分のところも水害、今回の水害で被害を受けたという方どのくらいいらっしゃるかちょっと手を挙げていただいていいですか。3分の1ぐらいですね。スライドを見ながらですね、ここはこうだったんじゃないかとか、いろんなさまざまな意見があるので、ぜひですね、そういう意見、今日は多分聞く暇はないんですけれど、そういうのをですね、一つ一つその時起こったことをですね、検証していくっていうことが私は一番大事なんだと思ってます。そういうことをしないままに今河川整備計画を立てての問題だと思いますので、とにかく今日は私が見てきたのを、あら、全然違うの、つらいのか、いいです、いいです。中島先生とダブってるところは飛ばします。7月4日の放流量はどのくらいだったのかっていうので、これはゲートを開けた、ゲートから出たのがあくまでも国交省のあれで6550いくつだったかと思うんですけど、ここは1万トンぐらい流れてますので、現場に行きましたけど、道路の方流れた痕跡がいっぱいありました。で、先ほど中島先生が言われたように、ここの下、私が調べた資料では、ここの下から 11.5 メートルこの堰堤があるんですね。どちらにしろ9メートルにせよ、11メートルにせよ、ずっと下にはもう泥が堆積して、わずか、流れるのはここの間だけっていうことなので、この写真見て誰もがですね、川の中にどっかりと障害物があるっていうのは否定できないと思うんですね。もしこれがなかったらどれだけ流れたんだろうかっていうことを、やっぱり電源開発なり国交省なりきちんと検証すべきじゃないかと思います。私がざっとですね、これ図に撮って調べたら、最低どんなに少なく見積もっても2.5倍は流れた。すなわち6500でしたら1万3000が倍ですから、それ以上悠々と流れてるっていうことになります。そこら辺もですね、やっぱりきちんと検証してないことがあまりにも今回多すぎると思ってます。と例えばこういった上流からの水にしても、これは午後3時ぐらいの写真ですね。もうかなり上流と下流の様子が変わってきて、下流の流れも緩やかになったかもしれませんけど、瀬戸石ダムを挟んで
上流と下流ではこんなに流れ方違うわけですっていうことは、流れるスピードも違うんですね。じゃあ実際どのくらい秒速、上流はどのくらいで下流はどのくらいだったのか、そういうことをはっきりしてですね、初めてダムの影響はなかったっていうことが言えるんじゃないかと思います。私は水害をすぐ、7月18日に瀬戸石ダムまで歩きました。その時の写真ですけれど、到達した瀬戸石ダムの様子はこういう感じで、少なくともこの赤い点線まで水が来た痕跡がありました。で、流木はみんなこの間に埋まって、ここはもう多分、ここはまだ車も入ってないので、溶けてない状況だったと思いますので、ここに吸い込まれたっていう形だと思います。で、ここの管理橋がずれてました。でもそれからやっぱり瀬戸石の影響を調べるために、上下流の集落を全部ですね、見て回ってきました。で、あまりにもその違いがあるので、検証すれば、これは瀬戸石ダムの影響なくして、水害、上流下流の水害は語れないと思ったんですけど、こういうこともですね、検証せずにですね、もうこういった線路みんなも埋めたれて、今道路になってますよね。だから検証することなく、証拠隠しのように、この道路がもう埋めたられてる。この今の写真が瀬戸石ダム下流の線路の様子とか集落の様子ですけど、もう本当にどこに何があったのか全くわからない、そういうような感じになっています。これもそうです。まっすぐなところは全然ないです。でもう下の土もなければ、もう何にもないっていうところを全部こう歩いていったんですけど、これに比較してですね、上流側です。上流側は少々こう傾いてるところはまあありますけど、そのレールの下の土が全くなくなってるとか、そういうところはちょっとしかなくて、ほとんどのところがレールも、これ瀬戸石ダムの本当にすぐ上ぐらいなんですけれど、ここまで水位が来たっていう痕跡はあります。ところがですね、みんな線路まっすぐなところがほとんどなんですよ。この違いがあるのに、瀬戸石ダムの影響はないって否定するだけの根拠っていうのは、多分向こうは何にも持ってないんだろうと思います。それでこれは下流の家の中の様子です。皆さん被害に遭った方って、下流の方はどなたもこれで本当に大変だったと思いますけど、もう家財道具も泥も流木ももうごちゃごちゃにですね、埋れてるっていうのが下流の様子ですけど、上流のこれは田分の木公民館ですけれど、ここまで水が来た痕跡があります。この洗濯物干しすら倒れておらずですね、立てかけてあったほうきとかも全然倒れてないんですよ。で、ほぼ一面同じ厚さでスラーッと埋まっている。これがどうしてこのような埋まり方をするのか、もし上流の流れが動画で見るとかなり速いんですよ。ですけどこういう溜まり方をしたのは何でかっていうのもまた疑問残って、それでこの上流と下流の多くの集落を見てまいりました。で、一番皆さんが衝撃的な思われたのは、この瀬戸石ダム駅のとこだと思います。あとで今日水口君来てるのかな、はい、また報告あると思います。場所、瀬戸石ダムから 1.5km ぐらい下流にあるんですけど、ここがですね、本当にもう状況、これドローンで撮影されたものをちょっと借りたんですけど、ここが溝口君 の, リボンっていうのがあったところですね。で、これはまだ全然手入れしてありません。で、ここ2階建てって書いてますけど、1階建てのプレハブだったですね。で、駅舎がこのくらいあったけど、どこが駅舎で、どこが線路で、どこがホームかもわからないぐらい、これが下流の崩れ方です。で、この矢印の方向から撮った写真、この1番目とこっちの2番目ありますので、ちょっとお見せします。これが上流側から撮った瀬戸石行きです。本当にもう道路も何もわかんない。これが
下流から撮った写真ですね。ここの、かあの、すいません、上流から撮った写真で、この赤いところにリボンさん の, あの事務所っていうか、あの家が建ってました。そしてこれが前の写真です。ほぼ同じとこですけど、こんなに違うんですよね。これほどの破壊力、これがあのもしダムのせいじゃないって言ったら、上流下流でも至るところでこういうところあったらいいんですけど、瀬戸石ダムを境に全く被害の出方が違うっていうことです。これもそうですが、同じに、これはもう道路ができたとあのできあの通れるように、車が通れるようにした後です。で加えてですね、これここが瀬戸石ダムです。ここから 1.5 キロぐらい上にタブノキっていう集落がありますけど、家もですね、ここの家っていうか、家の前に立ってるちっちゃな看板とか標識とかガードレールとか、あるいはこうあのカーブミラーとか、そういうの何一つ曲がってなくて、ただあの泥に埋もれてるっていう感じなんですね。そこにあったのが先ほどお店あの紹介した公民館です。まあ、淡々とこの水平面、水平なんですよ、凸凹全然してないんです。これが瀬戸石ダムから上流の特徴です。こういうような違いが瀬戸石ダムを境にしてどうして起こったかっていうのを報告を皆さん聞かれたことないでしょう。当然これはね、検証しないとおかしいことなんですね。それをやってない。時間がないからざっと飛ばしますけど、これも、上市民っていうんですかね、ちょっと井田瀬の手前の集落ですけど、あの一緒です。ここから水平です。手前側はですね、あの川からの泥ですけど、上から登って後ろの方は上からピタッと下で埋もれてました。これ下の方が前のあの被害前の写真ですね。こんなにあの差があります。みんな水平に埋もれてて、家はそのまんま埋もれてるっていう感じです。こういう埋もれ方ですね。でここをですね見た時は、ここも土砂でみんな埋まってて、ミキサー車とかがこうひっくり返ってて、私ここってこういうところって今まで何回もここ通ってるのに気がついたことなかったんです。なんでこんな場所あったかなと思ったら、この赤いところ見とってください。この家の壁とこの建物ですね。これが昔の家です。この壁とこの家。昔の集落、井田瀬の集落、こうだったんです。そして先ほどの見たら、ここが川になってますけれど、昔は川はこっちをこう流れて、でこれも上流までずっと行きましたけど、砂防ダムがあってあの壊れてました。2つあって、あの1つ大きく壊れて、その上から来た土砂でやっぱり土石で埋まってる。それとだから瀬戸石ダムの影響と上から来た土石、そこら辺がどう関連してこういうような状況が起こったのかっていうこともあの検証されるべきだと思っています。これは吉尾川ですけれど、吉尾川も、瀬戸石から5キロぐらいのところにありますね。で吉尾川のここに住んでる方にお話聞いたんですけど、最初山から来た土砂で浸水が始まったって言われてました。で引いたなと思ってたら、今度は球磨川から来て、しばらくですね、何時間もあの水位が動かなかった時間があるっていうことをはっきり言われました。だからその水位が動かなかった時に溜まったのが、やっぱりここが水平になった土砂の溜まり方なんですね。あの湖の中に静かに溜まるような溜まり方をしてます。だからここはもう明らかに瀬戸石ダムの影響を受けてます。それととっても気になるのが、またここも後で岩崎さんのお話をお聞きしたいんですけれど、これは疑問に思っているだけでまだ私ちゃんと見てないんですけど、あの河野線のある、これは川内川っていうんですかね、ここがですね、わずかここまで3キロぐらいで、全体でも5キロぐらいしかない小さな川です。
こっちが本流でこっちが河内川なんですけれど、この土石が昔ダムがなかった時に比べてどのくらいこれが上がってきて、水害直前にはどのくらい上がってて、いつも の大水の時に水の流れは逆流してたのかどうかとか、そういうのがとっても気になるところです。そういう検証もきっちりしないと、瀬戸石ダムが仙台側でどういうような影響を与えたのかっていうのは全く言えないわけですけど、これを見る限りですね、やっぱり次の写真見てもそうですけど、多分これが満水の線だと思います。この線ですね。だから普通でも瀬戸石ちょっと増水すると逆流する地区じゃあったんじゃないかなっていうのと、昔ここの箇所がこの状態よりどのくらい低かったのか、このくらいだったのか、そのくらいもきっちりと国交省は調べるべきなんです。そういうことが全然調べられてません。それと私が仙台川内川で一番気になったのはですね、このサブ堰堤の多さなんです。もうひどいところは50メートル沖、100メートル沖にいっぱいあってですね、あんまり標高差が100メートルちょっとぐらいしかないところに10も20も堰堤があるんですよ。ということは、昔の箇所があるところにこうやって堰堤を作ったら当然そこに土砂溜まってきますよね。だから今回の水害の時にはほぼこの堰堤と堰堤の間は土砂が溜まってて、水位っていうのは本当この高さ、要するにここで言うとこれ一番下の堰堤の本流に近いところですけど、これだけしか流す能力がなくなってしまってるんですね、この堰堤があるおかげで。だからここの川っていうのはもう流下能力が本当に昔に比べたらすごく少なくなっている。これをきちんと私は検証すべきで、いらないところは取るべきかと思うんですけど、ここを見ると この山がの崩れが、私が流域の三大崩れの一番 大きなのの3つのうちの1つに挙げているところですけど、本当にですね、上流がものすごく荒れてます。ここも山の問題を片付けない限りですね、 川だけ見てもあるいは瀬戸石だけ見ても水害はなくならないなと思う地区はもうここです。本当に河内川は何でここまでめちゃくちゃしちゃったんだろうかと思ってます。で、瀬戸石ダムに関してはみんな水害のことばっかり言いますけど、やっぱり環境面からの検証をする人は本当に誰もいないんですね。誰もいません。委員の中に本当にいないし、そして今ですね、どんどん、球磨川 60% も全国一のコンクリート湖岸の多いところですけど、今被災したのでみんなコンクリートに変えられていくでしょう。それが瀬戸石ダムがゲートを開けた水の速さを一層増して人や八代坂本には到達するだろうなっていうことはもう容易に想像できます。私たちはどのような未来を望むのかっていうためにはですね、ぜひこの検証を自分たちも一人一人もするべきだし、強くですね要望していかないことにはどうにもしようがないんですけれど、それと山の問題ですね、この2つの問題がすごく多いです。ですけど今河川整備計画作成されてますけど、この山の問題、瀬戸石の問題を口に出す学識経験者は一人もいません。ずっと聞いてます。3回とも聞いてますけど誰も言わないんです。そういう中で球磨川の流域治水は考えられようとしています。もう今ですね、私たちが声を出さないと連休明けにもこの河川整備計画が決まってしまうと言われてます。ぜひですね、自分たちがどういう流域のどういう川の下流に住んでるのかっていうことをしっかりですね見て、多くの人に伝えていただきたいと思います。どうもありがとうございました。